ぜひ皆さんのですね、役どころ、そして役作り、ここはもう譲れないぞ、 こだわったぞという点をぜひ教えていただきたいなと思っております。基本的にそのやっぱりテレビとか映画とかそういったもので見る土方歳三って、ちょっとこうやっぱりなんていうんですかね、実際その35とかそれぐらいの俳優さん、30歳前後の俳優さんがやられてる役なので、まあ僕が24歳でその土方を演じるということで、貴様切るぞ申し訳ない、我慢したんだけどね、すごい、もうちょっと我慢する、そうだ、もうちょっと、うん、いいお話、もうちょっといいお話実際、まあ、そのどこまで話したか分かんないようになっちゃった僕は東堂平介という役をやらせてもらったんですけど、とりあえずやっぱウィキペディア見ましたよね、まずはね、はい、そしたらちっちゃいイケメンって書いてありました。へえ。なんでね、こんな足が長く生まれて困ったなと思いながら、ね、ポジティブおー、気をつけろやめろ、気をつけろ、そう、そう、足が来た、危ない。そうですね、僕もともと新選組がすごい好き でこのお話もらった時に吉田さんかって吉田さんかって思ったんですけど、2回言った、うん、でもすごいいい役で、今回新選組と敵対してる役なんですけど、うん、新選組をいかに追い詰め、いかに苦しめようかというのを考えながらやらさせていただきました、うん、見どころはですね、最後の大立ち回りが出てないじゃん言わない言わない言わないの。監督と、一緒にお仕事するのは今回3回目とかなんですよ、うん、でいつも大体最初に役のイメージはこういうイメージだからってことを話してくださるんですけど、今回言われた言葉そのまま言うと、ダークでセクシー、マットでナルシストで、人を支配したり苦しめたりすることにエクスタシーを感じる人って言われたんですよ本当に本当にこのまま言われて、今回こうアクションのシーンも多くて大変でしたか。いやもう手が豆でほら今もないでしょ本当ね、こうじゃん、おもむろにならないもんね、うん、力入れないとヒュッて言うの、うん、音が、はい、ちょっと正体見せて、何をですかこの音の力入ってるとなりません、力入ってないとヒュッて言いますっていうのを実際ちょっと音をちょっと再現で、はい、じゃあ力入ってる、入ってるバージョン、ああ、はい、ここが擦れた音だけ、はい、ちょっとじゃあ力入ってないバージョン、いいよ、言ってください。あ、ほら、聞こえた。ほら、ヒュって言うんだよね。ヒュがちっちゃい。ヒュがちっちゃいよじゃないよ。静岡県でね撮ったということで、真夏だったので皆さんこう暑くてなかなか大変でしたか。まあでもやっぱこれが暑いんですよね、この羽織が、うん、衣装は暑いですよ、そうそうそう、だから意外とこの中で着てる袴とかそういうのは別に暑くないんですけど、そうここなんてもうスースー、女の人ってやっぱこういう気持ち本当土方の強さみたいなものがどうやったら出せるかななんてことをすごく、苦悩しながら、役作りをしまして、そういったところも、すごく力を込めて、作った土方像を、若い僕なりに頑張って作りましたので、それを皆さんにぜひ見ていただければなと思っておりますので、その本編はそんなに笑いがない映画ではあるので、ここでたくさん笑っていただいて、笑いを求める僕にはとても満足してます。で映画はすごくみんな男の熱い友情だったり、その何かにかける思いがたくさんこもっているの で僕らキャストの思いやスタッフさんの思いもたくさん入っている映画なので、ぜひ皆さん見るんですもんね見てください、よろしくお願いします。